こコトネウシアーのジジェス・スグスモンは、ブラジル出身で、ブルガリアに帰化したサッカー選手。ブルガリア代表。ポジションは DF。地元のクルーベド・レモでサッカーを始めた。2008年12月に EC、ジュベントゥージに移籍。カンピオナーとブラジレイロセリエ B では4試合の出場に止まり、クラブも降格した。2009年12月に、ブラジリエンセーフ C に移籍。 27試合に出場したものの、ここでもカンピオナートブラジレーロセリエ B から降格した。2011年12月に A ポンチプレッタに移籍。2012年5月20日にカンピオナートブラジレーロセリエ A デビュー。8月5日に同リーグ初得点。2013年6月26日にサントス FC に5年契約で移籍。移籍金は700万である。 7月21日のコリチーバイフシー戦で、レアンドリーニョと交代で出場し、移籍後初出場。2015年6月30日に、ブルガリアプロサッカーリーグの PF シールド5列、ラズグラドに移籍。移籍金は報じられるところによると310万レアル。2018年に、ブルガリアに帰化した。2020年、UEFA ネーションズリーグのアイルランド代表と、 ウェールズ代表選のメンバーに招集された。ありがとうございます。